この演出あっちんだよな。199ゲーム7ぞろいさせましょう。さあ今回もボーナスはいけずと397枚。うわープッシュボタンもない。僕の力見ていてね。僕の力見ていてね。東京都台東区上野にございますサイバースパーク上野店さんはパチンコ377台、スロット286台を設置。さらに禁煙フロアもございます。ぜひ皆様遊びに来てください。次が赤、赤だ。次でペンギン来た。ここまではいい。次のカットインが赤だったら、うわーカットインない。これはまずい。おお、うんちゃん、はあ、よかった。また一周決め、また一周決め。今実践時間がスクラムになってきてるじゃないですか。はい。で今現在ちょっと僕がプラスなんですよ。はいですか。で、ヨンちゃんどんぐらい今？今マイナスです。まだマイナス？でも投資は7000くらいかな。くらい7000くらいだった気がする。7000くらいくらいとは7本か8本か6本かくらい。そうですね。あ、8本投資8本。このボーナスで頑張ろう。で時間もないから僕ももう少し打って、うん、ダメだったら A 行くから。わかりました。うん、頑張ろう。よし、頑張ろう。 OK 頑張ろう。ジェネトークで任天堂64の話で、うわー化けだ。ゼルダの伝説っていうの忘れた。おーこれビッグビッグ過去手。よいしょ、いけるよ。やばい。あー、緑だ。あー、ペンギンじゃない。まずい。あー、カットインもない。これはまずい。態度ない。あー、お、さあ、逆転勝ち。あ、ボーナスゲット。させたい。いやー終わらない。
お、あ、あ、外した。外しただけだった。目押しミスじゃないですか。目押しミスなだけでした。目押しミスなだけだった。いやー。さっきあんなにカウント減らしたのにね。もっと、あ、緑。チャンス。あ。お、なんかすごそう。うわこれ、これボーナスじゃないですか。もうボーナスですよ。これ初めて。白いの出てくるじゃないですか。白いの。いや、うーちゃん、それはないと思う。あ、それはないんだ。ないんだ。それはない。やばい。プラスになるでしょう。なるかな。頑張れ。頑張りたい。うん、ごめん、うーちゃん、俺が減らしてるわ。マジか。ごめん。いや、大丈夫ですよ。俺に任せてください。すごい、さっきの初めてボーナスルーレット。これも続くんじゃない？あー、続かないか。次もミックがいいな。チャンス目か。お、ブラーンですよ。ブラーンいった。あー、どっちだろう。レギュラーかな。あー、レギュラー。252ゲーム。マジむずい、これ。うん、ノー正解。30枚かけて。もう。いやー、今降格中なんで、まあ降格回して。そやな、シングル何回か引いたらやめるしかないのかな、時間的に。まあやっぱね、エウレカ7質問はやっぱレギュラーを制さないとダメやね。今日は1問目正解してちょっとね、チャンスはもらったんですけど、その後が続かずと。やめとこう。降格落ちましたので、このエウレカ7今日もまあ爆発はできなかったんですけど、今プラスマイナス0ぐらいなんで、残り実践時間あとわずかとなってくるので、 A タイプちょっと見に行きましょうか。こことバラエティはやっぱ人気なんですね。よし、決めた。まあ今日に関しては
今だいたい自分のそうですね投資と回収を合わせるとプラマイゼロというところなんで、まあ出玉守ろうかなというところで、クラギセレブレーションいきます。まずこの台自体がね、当たるは当たるんですけどね、確率的にはコイン持ちはね相当悪い台なんで、 A タイプの中では30ちょっとぐらいかな。まだ当たらなければすぐこんな300枚ポッキリの出玉ねなくなっちゃうんで、ちょっとねなんとかプラスにはしたいんですけど、うーちゃんがね今まあまあいい感じで出玉の方獲得してきてるんで、まあ結構それ次第かもしれない。僕の方は良くも悪くも500枚ぐらい負けるか、そうだな、まあ500枚300枚400枚勝つかみたいな感じだと思うんで、まあトータルで勝てりゃいいですけどね、とりあえずは。2人ともだってまだ投資自体は全然してないんでね、おっ、チェリーが出たらやっぱ寒いんだけど、うわーチャンス残ったね。おーらららら、ベルやろこれ。あーこのまま来た、あざっす。打ち始めどんぐらいですかね、30、40回転ぐらい。オッケー、ここなんですよ。じゃビッグ比率相当いい台なんですけどね、レギュラー来ちゃいました。とりあえず当たってくれたんで OK。 まあさっき差し入れでですね、このヘパリーゼをいただいたんですけども、まあ、これを飲むぐらい僕は酒豪かと思われてるんですかね。まああった方がね飲むにあたってはいいんですけども、まあ僕お酒用ツイッターとかでね飲んでるのあげてますけど、まあまあ飲みますね、じゃあまあ飲んでますわ。でも家に帰った時とかは別にそんな飲まないっすよ、お酒の量多くないです。どんぐらいだろうな、だいたい1リットルぐらい多いっすか。少ない時は500缶でね終わりとかで、まあ調子が良くなってくると、まあ言うたら、あ、お酒だ、あーどう、あいついついつい、ありがとうございます。まだ雨の中、あーどうだ、こんなとこでいいですか、すいません、あなたすいません、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 こんなとこですいません。なんかどうす、どんな話今まあ家ではお酒、まあ飲む順番っていうのがやっぱりあって、ビールから入るときとハイボールから入るときがあって、まあ飲むときは本当やっぱビールから入っちゃいますね。ビール飲ん で次に、最近氷結のグレープフルーツを僕なんか、まあちょっと糖が多いんですけど飲むこと多くて、それを飲んだときにハイボールに行くかポン酒に行くか、冷酒に行くかっていうこのね流れっすね僕。わーピカった、今日ピカリから入っちゃうんじゃないの結構。あっていうところで、まあお酒を飲むっていうのをね分かってくれてこういうのいただいてる、まあくださっているんで嬉しいですけど、まあ
体壊すような飲み方はしないんで、一切。これは右滑ったと思うよ。最近ね、外れないんすよ。そうか、最近セレブレーションマジ当たんないって言った方が正しいかな。130分の1とかで当たんないもんな、これ。40何枚あるんですけど、これでビッグ引いたとするじゃないですか。300枚まくれないですよ。残り時間もうあとわずかなんですけど、なんだなんだ、OK、244ゲームとりあえず実戦時間がもうほんとあとわずかで、まあ言ったら、まあ、とりあえずこのクレジット内だけ消化するわけなんですけど、これ終わったら終了なので、ここで何かいけりゃ今日勝ちっす。うん、いけなかったらもう負けっす。レギュラーでも OK。はいはいはい、もう2冊です。2冊の出目で実戦終了時間もう迎えておりますので、今日はここで終了したいと思います。うーちゃんがどうなったかによって今日のサマイ数がプラスかもしれないんで、ここは期待しながらエンディングを迎えたいと思います。お疲れ様でした。獲得枚数が242枚の負けです。ありがとうございました。よし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 、間に合った。頼む、最後の望み。あー、つい、あー、50% ぐらい、50%もないか、40%。
この拷問チャンスを当てたい。チャンスをものにしたい。お願いしますよ。次こそは決めてやるからな。ワンチャンまだあるかもしれない。うわー、いやー、どうだろう。いや、あのセリフは、あー、ネクストチャンス入ったからちょっとこれだけ様子見てだな。
何も心配せず、おとなしくしてればいい。実践終了いたしました。終了だ。なんかあの体育のお兄さんとお姉さんみたいになってますけど、うん、やっぱり悪魔は体力がでかくないといけないからな、うん、胸張って出ちゃうとこあって、うん、もう体育のお兄さん、うん、ということで、はい、実践終了いたしまして、終了したぜ。2戦目、うん、大事な大事な、うん、毎回大事な大事なね、うん、今回は2戦目終了いたしましたけども、終了しましたよ。うん、ウーちゃんの結果まだ僕わからないんですけど、はい、正直なところウーちゃん頼みです今日は。え、ウーちゃんのミス？ウーちゃん頼み。あ、ウーちゃん頼み。ウーちゃん頼み。ミスはね一言も言ってねえし、聞こえ悪いし、そうなっちゃうと。いやでもね、ちょっと最後俺様も冒険しちゃったんだよ。冒険した。冒険してしまいました。わかった。とりあえず、うん、僕から結果を、ミノポンから、はい、お伝えしたいと思います。投資が300枚、回収が242枚、玉井数のポッキリマイナス58枚おっていう結果になりまして、まあもう守りに守り抜いた結果がこんな感じだったんですけど、全然ね、全然負けてないですね。まあ負けてはいるんですよ。負けてはいますけど、うん、もう思いっきり負けてるんですよ。全然でも、うん、だからうーちゃんが、まあ、今日の実戦っていうのは、まあ、サマイスを取らないといけないんですけど、そうだな、今日のトータルプラスもやっぱり僕は目指したいところなんで、うん、うーちゃんの結果お願いいたします。おい、俺様の結果はね、400枚投資、踊りが567枚ほうということで、うん、結果プラス167枚、はい、ということで今回2戦目のトータル、うん、サマイスは何枚になりましたか？109枚。お、すごいね、吹いて飛ぶような枚数プラスになりましたけども、うーちゃんのおかげで今日はねプラスになりまして、これで2連勝でございますよ。乗り打ち、よかった。でトータルが大体どんぐらいだったんですかね。900枚弱ぐらい、うん、900枚弱なりましたので、あのまあ次回のね、うん、実戦に関しては一人が下手こいたらもう飛んでます。このプラスはもうめっちゃプレッシャーじゃないか。うん、なんですけども、うん、まあ、今日実践して、うん、あんまりそうですね、見せ場っていう見せ場がっていうのはなかったんですけど、フリーズとか出したかったんだけどね、うん、安定してる感じじゃなかったんですか？そうだね、そんなに投資も使わず、うんうん、結構で序盤からいい感じではあって、うん、あの中盤で600ぐらいハマっちゃったんだけど、おうおう、その後結構続いたおかげでメダル戻ったし、うん、そうだよね。ただね、最後が何か言ってたじゃないですか。 それは何なんですか？クライマックスバトルってちょい厚めな、うん、まあ、その周期に到達した時にね、そう、うん、演出でちょっとかけてみようかと、おう、で追ってみたんだ、その周期を。追っちゃったんですよ。そしたらもう外れちゃいまして、あー外れていめって、それを追ってなかったらもうちょっとねプラスになってたかもな。あ、まあでも、うん、それに関しては、うん、まあいい部分を追ったわけじゃないですか、まあまあ、それでマイナスになったとしても、うん、誰も文句は言いませんよ。そうかな。まあちょっとあそこでクライマックスバトルっていうの決まってるとこでやめるのがちょっと気持ち悪いっていうか、モヤモヤもやもやしたから、しゃってね、うん、悪魔ももやもやするんだということで、悪魔はもやもやさせられちゃったね。で、もやもやを解消するために周期に挑んだけども、まあ負けたけど逆にスッキリさせてもらいました。あ、なんかスッキリしてそうではなかったけどね。いや、まあ、全く持って、まあ、あれでダメだったかって感じだったんで、当たりそうな感じだったんだ。当たりそうだった。でも、あ、どっちかなってとこで、あ、やっぱダメだって感じだった。でも楽しかったですか？楽しかった。だって150枚ぐらいプラスになったでしょ、うん、でねえ、うん、楽しめたんだったら、いや本当に相当良かったじゃないですか。僕もエールがそうだったんで、はい、まあ見せ場あんまなかったんですけど、う
いろんな部分、まあ、中段チェリーとかね、うん、まあ、2000分の1とかなんですけど、そういうの2回弾いたりとかして、すごいすごい、うん、ビッグ中のならざるとかもあって、うん、自分が楽しめたんで、それでまあ申し訳ないんですけど、今回はね58枚負けてしまいましたけども、楽しむのは一番っすよ。楽しかった。今回はね、こういった結果になりましたけども、うん、まあいい結果っすよ。まあ負けなかったからね、うん、トータルでね。でまあやっぱり今日も、まあ、朝と一緒なんですけど、天候が悪いじゃないですか。本当にゆりちゃん一生のお願いなんですけど、聞いてもらっていいですか。一生のお願い、あの、まあ、さらにこう向かって20秒だけ雨に打たれてもらいたいんですけど、顔を。ダメですか。絶対にダメだ。それはなんでなんでしたっけ。魔力が落ちてしまうから。あ、メイクが落ちるじゃなくて。メイクじゃない、メイクではなくて魔力が落ちてしまうから、ね、ダメですか、一緒のお願い。ダメだ、だって、うん、今後かなり体調崩してしまうかもしれない。そしたら次の撮影に差し支えるかもしれないだろ。いいっすよ、別にいいっす、いいっす、よくない。いいっす、いいっすもん。だって迷惑かけてはもうみんなに。あ、まずいよ、それは。別にいいっすよ、いいっすよね。いいっすよね。ダメでしょ、ダメですよ。俺、今回で2回目じゃないですか、うーちゃんとね、こうやって仕事をさせてもらうの。なんね、なんかね、我ね、我、我、どうしよう、我はね、なんかもう、我って何で、大阪の、我って大阪言います。悪魔的なね、なんか、気分になってまいりましょう、なんか。2回目だから、なんかもう、なんかね、もう本当に悪魔的になってきましたんで。ちょっと、俺、目つき変わってきました。ちょっとね、3回目、4回目と。5回目、そして6、オメン。もうなんか我もね、我悪魔にね近づいてくるかもしれないんでね、ちょっと気分的なものはもう、ちょっとなんかね、すごい魂っていう言葉がちょっと出したい、もう吐きたい、魂を吐きたい。動いちゃって、伝説しちゃったかな。そうなんでね、ちょっとこれからのね、我のちょっと動向、そしてうーちゃんの動向もこのニュージェネレーションを通してね、チェックしていただきたいと思いますよ。ちょっと俺様のせいでどんどんリノポンが壊れていく。いや本当に壊れてもやりますよ、タックのお兄さん。やりますよ。大丈夫かな、大丈夫だと思います。リノポンのファンに叩かれないかな。いや大丈夫っすよ。僕が悪魔的になってきてるって言ってるだけなんですから。そうか、その悪魔的っていうのは何なのかわからないんですけど、全くわからないんですけど、見てくれてる方がね、これから分かってくると思うんで、まあ、僕もちょっとね、変わってきそうな、素を吐いてきそうな予感がしております。はい、それは楽しみだな。ということでね、まあ次回もちゃんと楽しみながらも、楽しみたい、楽しみたいながらも頑張って勝ちを目指していきましょう、もちろん勝ちを目指してね、うん、頑張ろう。何かありますね、最後に悪魔的な一言。そうだな、今回の悪魔的な一言あります。悪魔的な一言か。うん、まあ、あります。さっきテロリナの悪魔的な一言。悪魔的な一言。お前もローリングよりせやっぱやはい、ということで、はい、いニュージェネレーション。次回まで、さよなら。さよなら。じゃあもう一回行きましょうか。はい、行きますか。はい、行きます。また行っちゃったな。ちょっとごめんなさい。すいません。ニュージェネレーション。ニュージェネレーションを見てくださいまして皆様ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。